大切性。大切性とは、接足動物と関係動物に見られるような、全身が大切で構成されているような体制のことで、ある。一般に、体軸方向に繰り返し構造があって、その間に何かの区分がある場合に、これを大切という。大切は動物に広く見られる構造である。脊椎動物の筋肉や骨格にも、大切の構造がある。 単に大切があるだけでなく、全身にわたって大切構造が見られ、大切の繰り返し構造が体の仕組みの基本となっていると見られる場合、これを大切性といい関係動物と接触動物がその典型である。そのうちで関係動物のそれが最も基本的なものと思われる。関係動物では大切性が徹底されており、基本的にそれぞれの大切には 動物の体の構成要素をすべて備え、そのような単位の繰り返しで全身が構成される。つまり、統一体としての体が規則的に区分されているというよりは、括弧に自己完結的な構造を持つ単位が並ぶことで体が構成されているともとれる。関係動物の中で最も基本的な体制を持つと見られている。多毛類の場合、頭部と尾部を除き、全身は ほぼ同等な多数の大切に分かれている。それぞれの大切には側面にイボ足があり、そこにゴ毛モーやエラがついている。体内では体光が大切ごとに核壁によって仕切られている。隔壁を貫いて前後に走る消化管があり、消化管の背面には太い血管が走り、大切ごとに枝を出す。覆面には左右に神経束が走り、 体節ごとに神経節をなし、左右の連絡を持つ。また、大切ごとに一体の人間があり、腹側の側面に口を開く。また、生殖層も各大切に一体ずつ備えるのが標準である。このような大切の繰り返しは、口から肛門まで続く。口より前にも不完全な大切があり、目や触手を備える。これを口前用という。最終大切は、 微説といい、公職種などを備える。大切性を持つ動物は同じ仕組みの大切の繰り返しによってその体が構成されているのが基本の姿である。これを同期大切性という。しかし、体の各部分で大切の様子や付属子の形などに文化が見られるのが普通である。これを意気大切性という。さらに、節足動物では 複数の大切が融合して一つのまとまりになる、いわゆる合体説というものも見られる。大切を構成する対抗は、真対抗である。関係動物では、トロコフォア妖精が次第にその形を細長くしていく段階で、後方に向かって対抗がくびれるようにして、次々に大切が形成されていく。生体との関係で見ると、トロコフォア妖精の構造は、 口前用とビブからなり、その間に体節が割り込むように追加される。よく似た状況は、接触動物にも見られ、例えば甲殻類の初期要請であるノープリウスは2、体の触角と大顎のみを持ち、後端にはビブが区別できる。次のメタノープリウスではこれらの間に、胸部の体節が割り込むように追加される。関係動物、特にタモ類は、体節性が、 典型的な形で見られる。その体はほぼ同じ形の大切の繰り返しからなっている。しかし、多毛類でも大切によって、イボ足の形などに違いが見られるものもある。ヒンモ類やヒル類では、外見的にはイボ足がなく、より単純な仕組みに見えるが、大切ごとの文化がより進んでおり、生殖器は特定の大切だけに発達する。 関係動物の大切性は、体抗が大切に区分されているのが一つの特徴で、これを体抗大節性と呼ぶこともある。これらの動物では、このように区切られた体抗の中の液体の圧力によって体を固くして穴を掘ることもできる。これを骨格とみなして、静水力学的骨格という。多くの節足動物の分類群では、大切の文化、 合体説が進んでいる。頭部は、どのグループにもあって、口を含む口前用、先節と直後の数節からなり、場合によってはそれに続く大切までが融合して、出来上がったものである。頭部にある触覚顎、ハサミ足などの後期は、それぞれの大切の付属子に由来するものと考えられる。頭部の大切の構成は、大きな分類群を特徴付けるものとなっている。 体の部分の大切は、ターシ類では、同期的だが、それ以外の多くのグループでは、胸部と腹部のような機能的な差のある部分に分かれている。例えば昆虫類では胸部には、不脚型の付属子があり、腹部には付属子がない。十脚目の甲殻類では胸部に発達な、単枝型付属子を持っているが、腹部には、遊泳型の二差型付属子がある。さらには、 カニのように腹部が短縮したものなど、形態そのものも大きく変化する例もある。内部構造も外部形態の分化に伴い、体節ごとの違いが大きい。消化管の背面に位置する血管は一部が発達して、心臓を形成する。神経柵は覆面を走り、体節ごとに神経節を作るが、体前方数節のそれが発達して、脳を形成するなどの分化が見られる。 大節ごとの排出器は一部を除いて退化するものが多く、消化管に付属する新たな排出器を形成する。対抗は縮小されて狭い。憂メ動物、鍵虫は外見的に明瞭な体節はない。しかし、付属腫は体をなし、頭部には付属腫由来の触角と顎があるなど、節足動物に類似の体性である。体内にも人間が足の位置と連動して、 体を成している。寒腐動物、クマムシは、節足動物ほど明瞭でないものの、外見的には、大切が見られる。内部の神経柵も、節足動物のように、大切ごとに神経説を構成する。極秘中類は、円筒形の体が13の大切に分かれる。体表面は大切ごとにきちん板に包まれ、その表面には刺しなどが配置する。 内部構造は簡単ながら、大切との関連が見られる。大板類や短板類には、エラや筋肉などが、同期的に配列する、繰り返し構造があり、大切性を思わせることから、その祖先に、大切性があった名残なのではないかと考えられたことがあり、それほど古くない文献にも、そのように書いてあるものもある。しかし、口述、偽大切の功で述べるように、 現在ではほぼ否定されている。20世紀後半までは、関係動物と接触動物はごく近縁なものと考えられ、まとめて、大切動物、アーティキアラタと構成し、大切性の獲得によって、関係動物が成立し、そこから接触動物が進化したものとみなしていた。また、軟体動物は、関係動物から大切性が失われる方向に、 進化したものとみなされた。この考えによれば、動物の進化の過程で、大切性は一度だけ獲得されたことになる。その他の大切性らしきものを持つものは、それらから派生したとみなせばよい。しかし、20世紀末より発展し始めた、分子電学の成果は、この考えを否定するものであった。それによると、節足動物は、関係動物とはそれほど禁煙ではなく、 むしろ同じ脱皮する性質を持った、線形動物などに禁煙であるという。幽爪動物とカンフ動物は、節足動物に禁煙で、反接触動物を構成し、線形動物、同粉動物や、エラエイ動物なども禁煙とされ、これらは脱皮動物というクレードを構成する。他方、関係動物と軟体動物などの類縁性は認められ、同じ寒輪動物というクレードに属し、 夕ゲ動物も、むしろ関係動物に含まれるものだとする。この説からすると大切性は少なくとも2回、すなわち、脱皮動物と寒臨動物のそれぞれで独自に獲得されたことになり、その進化の過程は、今後の研究でより詳細にわかるようになるかもしれない。バージェス動物群に見られる大切性を持つらしい化石、例えばハーシ動物は、 接触動物と関係動物の関係を前提に理解されてきた傾向はかつてあった。大切性の見られるものは接触動物でなければ関係動物であり、あるいはその中間型かといった視点で検討がなされているが、この2問が別系統と判明して以降、このような見方は大きな過ちを引き起こしかねなく見直しがなされるようになった。一見では、 大切があるように見えるのに、実は大切ではないものを偽大切という。変形動物門の上駐類にも明瞭な節がある。それぞれの節には生殖層がある。この仲間は寄生性で、消化器系や循環系等は退化している。従って、それぞれの節には一通りの内臓を備えていることになる。ただし、この節は、 先端部から作られ、後方へ伸びるにつれて成熟し、後端から分離して放出される。不自然部を含めて一個体という印象は薄く、むしろ分裂による無性生殖と見た方が良い。いずれにせよ、関係動物の大切のようなものとは大きく異なるので、偽大説と言われる。関係動物のヒル類の場合、大切を持つのではあるが、外見的には、 非常に多数の大切があるように見えるが、体内でははるかに少ない大切しかない。これは、個々の大切が外側では、細かい感情のひだで分かれているためで、これも偽大切という。大部分の軟体動物には、大切性が見られないが、前述のように、大板綱や短板綱には、エラや筋肉に、大切性を思わせる配列が見られることから、その祖先に、 大切性があったのではないかと考えられたことある。しかし繰り返し構造を取るエラ、筋肉、角、生殖腺などが数の上では必ずしも同調していないこと、消化管はそれらと無関係に渦巻き状になっていること、より祖先に近い形態を残していると思われる、無番綱には全く大切性が認められないことなどから、これらの繰り返し構造は真の大切性を示すものではなく、 いわゆる、偽大切であるとみなされるようになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。